おはようございます、カバパです。今日はですね、那須連山縦走フェスティバルに来てます。まだ6時50分ですけど、ここマウントジーンズの駐車場ですね。久しぶりに来ました。ここに車を置いてですね、那須のあのチャウスの方を登るロープへまでバス移動して、そこからスタートです。よくそこにカッパさんと、乗り切れっかな。出そうにない。ありがとうございます。うわー、救急じゃん。うわー、すごい。おはようございます。いやきつきつ。真っ白。真っ白だ。いやー、ではですね、今山頂駅を出ましてですね、時間は7時42分。最初の目的地ですね、チャウス岳。あ、この見えないですけど、この向こうがチャウスです。わあ、チャウスが見えてきた。こっちは帰りだから。山登りらしくなってきた。あそこは山頂ですね。いやー、すごい雲海。朝日が島のように雲海に浮いてますね。もう山頂いますね、何人か。こう山頂とですね、峰の茶避難小屋の分岐、あっちはお鉢巡りして降りるパターンですね。はい、三角点です。見てるよ。見てた。着いた。
いや、いい天気になった。はい、チーズ。それではですね、ぐーっとお鉢巡りをして、峰の茶屋避難小屋の方に降りたいと思います。で、そこから先はですね、次朝日岳、ちょっと霧の中潜っちゃいましたけど、そっち方面に歩いていきます。ここがですね、お釜、旧河口ですね。ここをぐーっとこう巡ってきます。さあ、ここから下りです。下が見えないね。いや、すごい下山渋滞でした。安部の方に降りてきました。晴れてればですね、こっから先、峰の茶屋避難小屋が見える地点ですね。いや、完全雲の中突っ込みましたね。今レインウェア来ました。9時8分峰の茶屋避難小屋着。相当天気悪いですね。9時18分ですね。峰の茶屋避難小屋を出てですね、朝日に向かいます。ここ斜面のトラバースですね。前回来たのは確か4月終わりか5月ぐらいの滑り止めつけてですね、株間と歩いたところです。こっち側来たのか。あれが恵比寿大黒岩がうっすらと見えてきました。さあ、恵比寿大黒岩過ぎて、南斜面というか南稜というか、ここから稜線を目指してですね、歩いていきます。
はい、トラバース終わって小倉朝日の方まで一気に登ります。9時50分朝日の方に着きました。すごい人。ここから朝日登る人ばっかですね。朝日の山頂まで列になってる。じゃあ行きますか。はい、すごい、本当だ、メッカの巡礼って感じ。七釜と はい、ほんのちょっと色づいてきたぐらい。あっちが1900メーター方、その先見えないけど三本槍方面です。着いた朝日。この間来た時さ、この神様いなかったよね。いなかったな、ね、神様初めてお母さんがね、うげえ人。とっとと降りましょう。10時20分ですね。朝日を降りてきたんで、今から三本槍向かいます。はい、熊味噌根の分岐です。10時42分、熊味噌根の分岐で休憩したんですけど、こっから清水平を通って三本槍に行きます。じゃあ、はい、はい、すいません、はい、こんにちは。ここも紅葉綺麗なんだよ。うん、かの有名な紅葉、ここは眺めいいんだけどな、何も見えねえ。
それではね、こっから清水平に一気に降ります。ドーンと降ります。清水平ってこの下なんだけど、うん、雲がなきゃ全部見えるんだよ。ものすごい綺麗。よいしょ、お久しぶりだな、こっち来るのは、ここはですね、1900ピークを、まあ、ほぼ下ってきて清水平に入ったあたりですね。この先の湿地っぽくなってるところが清水平です。結構色づいてきましたね。素晴らしい。奥様道が綺麗なんだよね。こっからは両側が藪が出た熊が出そうな道をずっと歩くことになります。うお、すげえ人。北温泉分岐です。11時20分すごいね。いや、こっち行くよ。とても休憩どこじゃないんで、とっとと行きます。ピチョピチョ。清水平が一瞬晴れたんで、一瞬だけどね、少し色づいてきた。清水平から一旦登って降りてきて、目の前が三本槍が見えてきました。僕は去年の11月以来ということになるかな。その時も結構ぐちゃぐちゃで、三本槍に向かって、そんなきつくはないんですけど、登りが始まりました。そう、いや、綺麗だ。おお、こんにちは。すいません。着いた。着いた。
11時50分三本槍の頂上です。すげえ人、すごい人だね、展望は何にもない。さあ今日はコーンスープ、それとコンビニで買ってきた何これ、ファミチキ、それとカウママが作ってきた、果物の冷凍フルーツ、それと、ガーリックフランス、歌舞伎大好きな近所の有名なパン屋さんのガーリックフランス、こんなに食えねえぞ。いいよ残して。このお湯どれぐらい？150。こんなもんかな。いい匂い。うめ。ではですね、12時25分三本槍の頂上を出発して北温泉分岐ですね、戻りたいと思います。北温泉分岐ですね。北温泉分岐をですね、中野大倉尾根の方に向かっていきます。ちょうどですね、コースタイムだと北温泉分岐から1時間50分ぐらいかな、そんなもんだと思いました。ここから先は大したアップダウンないとは思うんですけど、前の人がね、続けてるようにこう熊一番出るんですよね。ここ気をつけていきたいと思います。まったく今日は全然見事に真っ白、急に雨風ビュンビュンになってきたんで、カッパです。うわ風強いね。やっとナスらしい風になってきましたね。
や、ゴンドラ駅まで着いた。長かった。